みんな、私の気持ち受け取りなさい。大きさもそうだけど、すごく手の込んだケーキだね。それに可愛くてとっても綺麗。お店でもこんなの見たことないよ。しかもこれステージだよね。人形の私たちが一緒にステージに立ってるよ。みのりったら、ちょっと落ち着いて。だってねえみんな、ダメダメのステージなんてすっごく素敵だね。みもみちゃんたち楽しそうに踊ってるわね。うん、びっくりしちゃうよね。こんなすごいサプライズステージでもなかなかできないだろうな。さすがのカイト君でもこの感動を再現するのは難しそうだね。もしかしてこれってアイリの手作り？ええ、もちろん。今日はバレンタインでしょ。みんなに美味しいお菓子を食べてもらいたいと思ったの。丸一日かけて今日のために作ったんだから、たっぷり味わって食べてほしいわ。でもこんなにすごいケーキだとファンのみんなにも食べさせてあげたいくらいだよ。ありがとう。でもこれはみのりたちのために作ったんだから、そういうのはまた今度にしましょう。全力で味わわせてもらいます。ふふ、それにしても本当に素敵なケーキね。アイドルをしていると贈り物をもらう機会も多いけど、だからこそ心がこもってることがよーくわかるわ。そうだね、アイリー、ありがとう。こんなに素敵なバレンタイン初めてだよ。ええ、どういたしまして。さすがアイリちゃんね。本当にびっくりだわ。ん？そういう割にはなんか思ったより驚いてないじゃない。もしかして予想してたわけ？そんなことないわ、すっごくびっくりよ。なんだか嘘っぽいけど、まあいいわ。最後にもう一個サプライズ。もう一個？あれ、まだ用意してくれてたの？実はそうなの。それはね、これよ。わあ、私たちの人形だ。すごい。まあ、本当にすごいわね。ほら、みんなそっくりだわ。衣装もこだわって作ってるのがわかるね。このまま動き出しそうだよ。喜んでもらえたみたいでよかったわ。でもアイリちゃん、私がお邪魔した時にはこんなのなかったよね。実はこっそり作ってたのよ。世界のみんなにもバレンタインのステージに来てほしかったからね。さあ並べていくわよ。まずはリンから。私もステージに立てたよ。ミクちゃんに、メンに、ムカちゃん、メイちゃんとカイトくん。ステージが一気に賑やかになったね。みんなでライブをしているみたいだね。私たちの分まで作ってくれるなんて、アイリちゃんありがとう。うん、とっても楽しそうだ。僕もこのステージに参加させてもらえて嬉しいよ。素敵ね。たくさんの人が喜んでくれそうな夢のステージだわ。うん、いつかこんなステージに本当に立ってみたいと思っちゃうね。みんな一緒で楽しくないはずがないもんね。ええ、いろいろ大変だったけど最高のバレンタインにできてよかったわ。アイリちゃんのおかげよ。本当に素敵なバレンタインだわ。みんなをこんなに幸せにできるだなんて、さすがアイリちゃんね。
これくらい当然よ。だって私はアイドルで、みんなのことが大好きだもの。